えばこう、こういった手ですと、もう7四歩と突いてしまいまして、はい、同歩に、はい、まあ、端に攻める手もあるんですけども、角出た方が厳しいですかね。はい、で、桂馬を跳ねれば、まあ、桂馬を跳ねていく手も、まあ、自然に厳しい手になりますし、はい、まあ、これちょっと難しい手ですけども、9四歩、同歩。